トーマスのエピソード紹介。本日は、大きな機関車と転車台です。大きな機関車と転車台は1990年7月に放送されたエピソード。ゴードン、ヘンリー、ジェームスのテンダー機関車たちのお話です。あらすじは、トーマスが支店に行ってしまい、自分たちで客車の集めをする羽目になったゴードンたち。不満が募り、転車台での事件もあって、ストライキをすることを決心する、というお話です。小回りが効かない、転車台で慎重になるなど、大型機関車の不便さがちょっと説明されています。転車台でジェームスがくるくる回っています。ストライキをすることによって、次回からパーシーが登場することになります。後ろ向きに客車を引いて、ゴードンが子供たちにからかわれます。原作版でヘンリーがストライキに参加する理由は、象に水をかけられたことが原因ですが、テレビ版では時系列が異なり、単に客車を集めるのが嫌になったため、という違いがあります。パーシーが登場するきっかけとなる次の機関庫の揉め事への大事なお話で、機関車たちが悪巧みをする面白いエピソードです。